はようございます。香織です。今日も多次元世界について、はい、このテーマがね、面白いっていうか、まあ、切り口がいっぱいあるというか、まだ私は探求の入り口に立っているのみで、で、ご縁底に行く前日みたいなワクワクさっていうか、まだ見ぬ世界のに何があるかとかね、はい、それを考えるのがとてもなんかね楽しくて、で、少しずつ、まあ、分かりかけてきたことね、私のこう実感として分かってきたこと、あとは今まで読んでも分からなかったジャスム・ヒンさんの本の中でこうしっくりこう分かってきたことなどをお話ししてみたいと思うのですが、今ねその実感とその本の理解がこういい感じにこうクロスしてくるっていうんですかね、うん、体験をして本を読んで、あ、やっぱりそうだったんだみたいなこう確認を得て、また本から新たな視点をもらって、それを実践に移してみるみたいなことをやってみているのですが、その、まあ、多次元世界はね何かで、まずこう自分が多次元的存在であるっていう、あ、そうか、その視点もあると多次元世界の理解がね進むかなとね。で多次元だから次元がこういっぱいあるってことですよね。で、それは周波数ごとに異なった次元があるらしいということが分かってきて、で、この自分が多次元存在であるのであれば、この好きな次元を選べるはずだよねっていうね、うん、本来の自分はそれを知っているはずだよねという、その前提で考えてみると面白いっていうかね。でも実際この多次元世界が何かっていう、そこを私が理解するまでも何年も経っていて、なんか言葉だけ見てもわからない、言葉だけ見てそれは何だろう何だろうみたいな言葉の定義とかを探してもわからず、で、今回私は何がきっかけで、あ、こういうことかなって分かりかけたのかなっていうのは、それもよく分からず、多分こう積み重ねみたいのがあったのかなって気がしますね。うん、理解の積み重ねみたいのがいつの間にかなされていて、で、あるきっかけでちょっとこうポンと押されて、ああそうかみたいに分かった状況かな。でね、で、じゃあ次元を、自分が選んだ次元にこう行き来できるということは、分かりやすい言葉で言うと、気分を切り替えるっていうね、あ、これにすごく似てるなっていうか、ほぼそれなんだなってことに昨日ふと気づいたんですよね。うん、例えば何か落ち込んでいても、あるきっかけでそのなんか忘れちゃってね、前の出来事とかを、落ち込んでいた自分を忘れていて気分が切り替わることもあれば、もう行動をガンと変えて、例えば自分の居場所を変えてみることで気分が変わったりとか、人と会うことで気分が変わる、うん、あとは日にちが経つと一つの傷が癒されて気分が変わっているという、この切り替えっていうのを知らず知らずやってきた自分もいたわけで、で、それは意図的に変えるっていうね、うん、それが多次元を行き来することのポイントだなっていうのがね、ちょっと分かってきて、でね、もういろいろお話ししたいことがありすぎてね、どこからお話ししましょうって感じなのですが、分かりやすいエピソードとして、その次元の違いみたいなねことを理解する上で頻繁に思い出す言葉ですね。それは私がジャスミンさんのセミナーに行った後、
新しいセミナーのお知らせが来て、向かったあの鎌倉の、あの医師のねセミナーに行っていたという話をしましたが、その医師は、まあ、多分っていうか、その多次元をよく知っていて、それをあの治療に取り入れて、もうすごい治療効果を上げているっていうね、うん、あの日本全国からやってくる難病奇病患者をのその治癒にすごい効果を出しているという医師で、でまあその医師のセミナーにね2ヶ月に1回くらいで何回かっていう感じで、まあ、先生も忙しいのでね、うん、そんなに頻繁にはあのできないっていう感じで、でも先生のあのクリニックに行ってたんですよね、うん、で参加者も多くて、もうクリニックにこういつもぎゅうぎゅう詰めで立ち見みたいな人もいながら先生の話を聞くというセミナーで、あのとにかくねその先生が熱い、あの語る言葉が熱いっていうか、もうその先生をね見てるだけでこちらにもこうエネルギーというか情熱がこうガンガン伝わってくるみたいなセミナーで、でね時々ね先生の目の色が青に変わったっていう人が出始めて、私はそんなことはないでしょうみたいな、あのその意味が分からなかったのですが、であの本人も先生自身もあの自分の目がなんかねシベリアンハスキーみたいに青に変わるみたいに言ってて、いや変わるみたいに言ってて、そうなのかなと思っていたら、私はある時分かりました。本当に先生の目の色が青く変わった、本当にあのシベリアンハスキーの青い目になった瞬間を見て、それは何が起こっていたのかよく分かんないのですが、でその中でねあの時々あの先生の診療室に皆を入れて、あのどういう意識で先生があの診療しているかっていう、あのそれを教えてくれるっていう、まあ、こう貴重な体験ですよね、うん、それをあのすることができて、でその診療室の椅子に座ると、つまり先生がいつも仕事をしている椅子に座ると、その先生の厳しさがもうさらに増してきて、もう先生の前に立つだけでこうピピシッとこう緊張しちゃうみたいなねでその中で先生が言っていたその今でも忘れがたい言葉っていうのが、そのね なんて言ってたのかな、とにかくその、まあ、自分の治療の上で大切なことっていうか、あと皆さんもそれができるようにならなければいけませんよという意味で言ってた言葉が、あの焼きたてのパンの柔らかさと、あの焼きたい、焼き上がってから1分だったか2分だったか30秒だったか、とにかく短時間ですよね、うん、焼きたてのパンの柔らかさと、じゃあ1分としますね、うん、あの焼き上がって1分後のパンの柔らかさの違いが分からなければ、私の治療はできないみたいなことを言っていて、私当時はねそんなの分かるわけないでしょと、うん、あの一生に伏すみたいな、何を言ってるんだろうみたいな、まあ、なんとなく分からないでもないけれど実際無理だよねという受け止め方しかできていなかったのですが、その意味がねあのちょっと分かってきたっていうのは、だからそれすごく微妙な差ですよね、うん、焼きたてのパンと焼いてから1分後のパンの柔らかさって、でも違いはあるなってことは、なんとなくっていうか、それはあるだろうなっていうことは分かってきて、それを感じ取れないと、その微妙な多次元の世界も分かりづらいのだろうなという、そこまでね分かってきましたっていうね、はい、今日はね長年ずっとこうあの頭の中にあって時々思い出す気になっていた言葉、はい、焼きたてのパンの柔らかさとそれから1分経ったパンの柔らかさの違い、これが多次元の繊細さを知る上での
まあ、大切な感覚の一つかなっていうね、はい、そんなお話をしてみました。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。